んは、アトリエボアの栗山幸子です。今回はバラの花束を制作しました。こちらは17本バラの花が入ってます。今日が、ね、17日なので記念日のプレゼントにっていう花束になります。こういう数字指定のご注文ってほぼ 8割、いや9割か、9割型男性の方からのご注文が多いですね。数字とか、まあ、バラとかお話して、女性の方はどっちかというと色合いとか雰囲気イメージで伝えてくださることが多くて、まあ、例えばもうこの子にあげるんですって写真を見せてくださったりとかね、そういう感じですけど、男性の場合は数字とか花材指定っていう違いがあるなと思います。そうですね、バラの花もバラの花にも咲き方に種類があって、こちらは1本に1輪咲いてるタイプと、1本から何輪も咲いてるスプレー咲きのタイプがあります。1輪のタイプばっかりだとちょっとボリュームが出ないので、こちらはスプレー咲きと一輪咲きを混ぜて制作してます。じゃあお受け取り待ちです。